お通りは今からおよそ400年前に戦の勝利を祝って始まったとされていて、およそ150人が鎧や兜を身につけた武者や鉄砲隊に扮し、3時間かけて町内を練り歩きます。中でも流れ矢を防ぐための炎を背負った色鮮やかな行列は見物客の目を楽しませてくれます。お通りは庄原市東条町の東条小学校のグラウンドで明日土曜日正午にスタートします。神石高原町ではお寺の境内で紅葉を楽しめる秋の特別拝観が開催されています。およそ1万坪の高神寺の境内では400本ほどのもみじの木が見ごろを迎えています。寺の中では手打ちそばや抹茶を楽しめるほか、同時に開催されている墨跡展では臨済宗の構想による書が展示されています。今日から3日間は拝観時間を延長して夜間のライトアップも行われ、幻想的な景色が広がります。紅葉特別拝観は神石高原町の高神寺で今月23日まで開催されます。府中市上下町ではユニークなかかしが並ぶ毎年恒例のイベントが開かれています。上下かかし祭りは豊作の守り神として親しまれてきたかかしに感謝を込める伝統行事です。公募で集まった中から今年金賞に選ばれたのは、テレビでおなじみの人気タレントが地元グルメの府中焼きを手に持った作品。他にも世相を反映したユニークなかかしが52点展示されています。上下かかし祭りは府中市の矢野温泉公園四季の里であさって日曜日まで展示されています。